そう、本当なんか MC をすげえ任されて基本喋らない人なんで嫌なんですよね。空気悪い。いや、本当に皆さん卒業する方はおめでとうございます。なんか卒業できない人もいるみたいですけどそれも含めて追い込む。いや、本当みんなあれですけど、本当座ってください。なんかすげえ顔が見えないけど、すごいみんなが立ってるのがすごい怖い。やります、やります。次やる曲は、てかこれからはずっと、今やったのはハンバートハンバートの同じ話っていう曲をやりました。次からは相対性理論っていうバンドから全曲コピーしてやっていきます。次やる曲は、僕はロックトライブ研究会顧問の小菅先生のことを思いながら歌いたいと思います。聴いてください、地獄先生。うわ。
が引きます。言わなきゃすげえかっこいいのに。すげえ俺も気持ち悪いよ。すげえすぎる。はい、喋ることがなくなったので、はい、次やりたいんですけど、注入したら喋りたくない空気悪い空気悪いこれまず今空気読めてないあんま分かんない、伝わんないやりまーすやりまーすあなた、それはゆゆゆゆ有名人なの私、それは愛愛愛愛愛のダリンス。
あ、余裕優秀自分の作った空気に耐えられなくなってしまう。じゃあ、まあ俺知らない人もいるんですけど、自己紹介をしたくないんで、あれですよ、あれ、まあ卒業するんで、でももう関係ないですけど。でも次は割とさっきまで暗かったこのユニットでしたけど、割と明るい曲をやるので、なんかいいと思います。そして伝説へのライブにお越しいただき誠にありがとうございます。はい、次にやる曲は、相対性理論から爽やか会社員という曲をやります。爽やか会社員ということで、4年生の皆さん、まあ僕含めてね、爽やかな会社員に春からなるわけですけれども、4月から場所を離れても心は一つということで、ロックドラッグ研究会での青春の日々を思い出して、我慢できなくなったらみんなでまた会いましょう。はい、この曲は百瀬さんも去年追い込んでやりましたよね。さっきね、思った。なんか、去年じゃない、一昨年の追い込んじゃったんだよね。去年ね、あれなんだよ、地獄先生とチャイナアドバイスと、ラブ実験と、あと100年戦争の4曲だけで、早くやんなかった。そっか。はーい。これ本当に間違えました。本当に百瀬さん作ってくれてありがとうございました。やります。自分じゃない、あなたは私の全てじゃない、恋するだけが乙女じゃない、素直なだけがいい子じゃない。You're not